有権者諸君、私が富山光一である。諸君、この国は最悪だ。政治改革だとか何とか改革だとか、私はそんなことには一切興味がない。あれこれ改革して問題が解決するような、もはやそんな甘っちょろい段階にはない。こんな国はもう見捨てるしかないんだ。こんな国はもう滅ぼせ。私には建設的な提案なんか一つもない。今はただスクラップ&スクラップ、すべてをぶち壊すことだ。諸君、私は諸君を軽蔑している。このくだらない